オバーがやっています。やってレンガ倉庫にやってきました。あれがそうですね、ずっとこの先に続いているようです。高田屋、高田屋資料館、もみの木ですよ、街路樹が。金森洋物館、ここに地図がありました。遊覧船が出て行ってますよ。では中入ってみます。ここ運河です。はい、どうぞ。オルゴール館にやってきました。うわ、すごいいっぱい。函館海鮮市場本店です。でかいね。回転寿司丸勝水産、ここに説明がありました。営業倉庫として函館で初めて倉庫業を行った。1863年にやってきたと。で現在の倉庫は1909年に完成した建物だそうです。これが明治館。あ、貸し衣装ありますよ。やりますか。やりません。やらないそうです。明治館衣装体験3850円だそうです。1時間で。おばあが見入っています。おばあやっぱりこれを着ないといけないじゃないか。やっぱり私はこれですか。はい、では海の方へ移動しましょう。赤レンガ倉庫をずっと歩いてきて海まで出てきました。そこに米田コーヒーありますね。
でそこにスルメイカ出荷車両専用の駐車場があります。あそこに漁船があるのが、ここへ止めてイカを水揚げするんでしょうね。いや、いい雰囲気じゃないですか。ご当地バーが日本に行ってたそうです。ラッキーピエロ。これずっと続いてますよ。ビアホールだ。なんか吸い寄せられてるんですけど。フードコートみたいになってますよ。スターバックスもこんな建物ですよ。これが鳩場、観光船の乗り場のようです。鳩場まで歩いてきました。これが乗り場のようですね。あそこにフェリーがついてますよ。あれはあの見てきた、なんだっけ、マシューマルだっけだね、うん、はい、同志社創立者新島城ブロンズ像、これだそうです。まあ昔の人は背が低かった。